始まりました。審査コスメランキング、映画評論家の森奈と申します。そして、映画ジャーナリスト、上甲信です。どうぞ、よろしくお願いします。はい。はい、またまた新しいところ、ね。また新しいところです。いろいろ苦労しながら、お送りしている審査コスメランキングですけど、まぁ、ちょっと試写にね、ね、あの、一緒の試写に行ってきまして、はい、あの、うちにもゆかりの深い某監督の新作で、まぁ、来年公開、来年頭公開になるわけですけど、すごかったですね。すごかったです。うん、これはね、ほんとすごかった。すごかったです、うん。いろんな意味ですごかったです。すごかった。予想をね、超えてくる作品で、はい、まぁ、ちょっと、その意味で僕、あの、最近、正直多忙ですごい疲れてたんですけど、いい映画見たので、ちょっと今元気になりました。なりました、はい。はい。というわけでよろしくお願いします。その週、第55回目か。はい。はい、もう早いね。55回目になります。その週、劇場公開になる新作の中から我々助産と僕が両方監修済みの作品に絞って、独断の公開性で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変嘘な企画でございます。今回は9月17日、18日の週の、劇場公開作の中からベスト3を選出するということでよろしいですか？はい。はい。ありがとうございます。あと例によってこの企画では、カツメンシナマクラブの本来で取り上げた作品と、あと例えば劇場パンフレットに寄稿した作品なども除外してベストを選出しようというルールをこれまた勝手に設けております。それで言うと一つ、これがね、また素晴らしい。あ、これとかすごいよね。はい、うん、これね、はいはい、とんでもない。とんでもない映画を言ってしまった。ゆうこの天秤。はい。はい。春本雄二郎監督、当番組、初登場ということで、はい、今年公開の日本映画、まあ実は傑作がすごく多いんですけども、はい、その中でもまあ、うち、一押しの、そうですね。あの、非常に驚きのあった大傑作。いや、大傑作です。たっぷり聞きまして、はい、で、前半僕が入って、途中からあの、助産にも入っていただき、はい、あの、ちょっと映画祭戦略の、ね、そうですね、はい、話とかも、春本監督がそういうことも非常に、うん、よく考えておられる監督なので、はい、プロデューサーですし。そうですよね。はいはい、やっぱご自身で動かれてるっていうところもあって、非常に面白い回になったと思いますので、はい、今年必見の回になってると思います。はい、ぜひ、来週前半配信しますので。長かったよな。長かった。2時間20分くらいです、ね。一緒くらいじゃん。一緒くらいです。でも両方ともあっという間に見れると思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、それだけかな？それだけです。大丈夫ですかね。はい。はい、じゃあ、以上を除いての今回のベスト3ということなんですが、はい、早速、はい、行きましょうか。はい。ではまず今週の第3位、スペイン映画、スクールガールズでございます。お、ありました。ありました。はい。じゃあね。スペインのね、2021年ゴヤ賞で、はい、作品賞、撮影賞、新人監督賞、脚本賞を受賞したのをはじめ、計26巻の映画賞に輝く注目作でございます、はい、監督はね、これが長編デビュー作となる、ペアール、パロメロさん、はい、ご自身の、ね、実体験をベースに、1992年、はい、スペイン、サラゴザの修道院に通う少女たちを描いた、まあ、思春期の、成長物語、青春映画でございます、はい、これはジョーさん、どうご覧になりましたか？いやもうこれを見るとやっぱり本当にまたまあ素晴らしい、今少女映画を見ましたね。少女映画ですよね。少女映画っていう、はい、あの言い方が一番正しい気がするな。そうですね、はい、あるもんね、うん、こういうラインが、はい、うん、もう実体験もいろいろ含まれているっていうのはやっぱり本当にディテールの部分もそうですけど、かなり細かく描かれているんですね。細かかった、はい、うん、であとやっぱり興味深い部分ですと、やっぱりあのバルセロナ五輪前後の話もね。これがね、はい、あの時代背景として面白いですね。92年、はい、あのだってこの作品の舞台はあの、うん、サラゴサじゃないですか。そうだからサッカー好きなんですよ。あ、その辺は有名らしいね。有名なんですよ。あのそうだね、その辺チームもあの強いですし、昔日本選手 の、 あの香川真司選手もサラゴサで活躍しているんですよ、うん、なるほど、ね、それはもうよくご存知です。そっか、バルセロナから結構離れてるんですか？いや、近いですよ。近いのか。同じ、あの、うん、カルトニア文化圏だと思うんですよ。なるほど、なるほど。はいはい、うん、じゃあ、ちょっとその、首都ではないが、郊外の地方都市、大きめのっていうような。まあ、あの、バルセロナ北東部ですね。うん、ちょっと、あの、西寄りの。西寄りの。はい、っていう感じです。うん、なるほど、はい。いや、面白いですよね。面白いです。これあのね、潜在の資料にあの、キム・ボラ監督のハチドリと共鳴するようなとの説明があって、まあ時代は確かに近いですよね。あれ94年でしたから。ただね、僕の感触だとそのさっき少女映画っておっしゃられたように、同じ韓国映画でもね、あの、サニー永遠の仲間たちの80年代パートに近いかなと思いますね。
ね。そうですね。うん、はい、割とノリは似てるよ、ね。似てます。もう登場人物もね。そうそう。こういう感じですね。そう、はいはい。ちょっとこのビジュアルも、ね、学園もの的な。学園もの、そうそう。なんかその修道院なんだけども、はい、うん、あの、サラコダの、まあ、保守的な、はい、修道院に、まあ、花のバルセロナ。花のバルセロナ。あの、大人目だ、転校生がやってきて、これもそうだもんね。はい、で、あの、ラジカセに、その、カセットテープで、うん、まあ、非常にその、流行りの音楽を聴いてる、爆上げ感のある、ね。で、あの、主人公たちが、こう、悪い遊びを、悪い遊び覚えていくっていう、まあ、展開なんですけども、うん、でさ、その、さりげなく、その、時代背景ってことで言うと、あの、テレビのニュースから、あの、独立反対派のセルビア人と、ムスリム及びクロアチア人の対立が続きとかで流れが、はい、うん、クロアチア戦紛争がね、そうですね、はい、ちょうどやってて、だから、あの、ボスニア紛争と絡んで泥沼化していくという状況が、うん、そのバルカンの方では一方であった、その92年。うん、このボスニア紛争っていうのは実は後でちょっと、後でもう一本繋がって。ゴロに絡んでくるんですけども、はい、そうそう、あ、偶然だなと思って。スペインは割とあの時期で、まあ、あの五輪があって順調に 前にあのなんていうかあの成長みたいな感じです、ね、だから、はい、結構体系的にしてるよね、はい、あのバルカンの混乱とスペインはバルセロナでちょっと経済的に、はい、あの潤ってるよっていう時期があるって、はい、まあでもこういう社会背景だったり政治的な補助線があるとね、はい、まあなんか思春期模様少女映画の奥行きが、はい、奥行きが深いですよね、あのこういうディテールも面白いなと思います、はい、あとね小ネタ的には、うん、スペイン映画のクラシックの汚れなきいたずら、はい、あの1955年の、まあ、うん、名作ですけども、あれこう修道院の授業の一環で見に行くシーンがあるんですよ、みんなで、はい、で、でも退屈だねってなって。まあ退屈でしょ、このね。それはそうなの。あれもリアルだよな、はい。だから、まあ僕もだから、ね、例えば13歳、4歳ぐらいで、ああいうシチュエーションで、その先生からさ、学校で見に行きましょうって見に、ああいう昔の映画見たら、やっぱりひねった態度を取るタイプだったから、分からないんですね、そもそも、そうそうそう、うん、どういうことなのか。ただまあ一周回って、はい、あのマルセリーノ少年のね、けがえなきいたずらを、うん、良い映画だと思える日が来るかもしれないけど、そうです、うん、だからそのちょっと面白かったのが何人か見てて、あ、私はちょっと 見たいんだけどみたいな子もいるっていう、うん、あの、はい、感じも面白かった、うんうん、かなりリアルですよね。リアルだね、はい、やっぱりそこは実体験ベースで、うん、やっぱり記憶から映画を立ち上げてるっていう良さがあるし、はい、まあでもその本当なんかちょっとジャンル映画的にも見れるっていうところがあって、ね、うんうん、あとやっぱりラストのシーンもすごかったですね。そうですね、素晴らしかったです、うん、素晴らしかった、うん、いい終わり方だったので、はい、うん、ぜひご覧いただければと思います。はい。ではでは、続いて今週の第2位でございます。ドキュメンタリー映画、マルジェラが語るマルタ・マルジェラでございます。はい、これはね、はい、素晴らしかったですね。素晴らしかったです。はい。ちょっと、チラシがね、はい、白。白ですね。白ですね。はい、でね、前にね、うん、数年前に、これ2017年か、マルジェラと私たちっていうドキュメンタリー、はい、こっちはご覧になってる？あ、見てないです。あ、見てない、はい、あのね、数年前にあったんです、マルジェラのドキュメンタリー。これもかなり非常に素晴らしい、あのドキュメンタリーだったんで、ちょっと僕続編的に、はいはい、非常に興味深く見たんですけども、まあちょっと説明しますと、まあ2008年にも引退されて、うん、公の場に一切登場しなかった、まあベルギー出身のファッションデザイナー、マルタン・マルジェラさん。今回はね、なんとマルジェラさん本人がカメラの前で初めて、そうですね、自らについて語ったドキュメンタリーです。うん、ただまあ本当姿は、顔ですね。ね、表さないので、はい、そうそう、うん、顔は映りません。はい、声と、あと、手ですね、はい、腕だけ。うん、で、その、こっち側は、マルジェラと私たちの方は、完全にその周りの関係者の、はい、皆さんの証言でできたものだったんですよ。霧島的な感じ。不在のね、不在 の主人公を言って、まあ、オーラルドキュメンタリーという感じだったんですけども、はい、それがね、今回はやっぱご本人を、はい、担ぎ出したということで、大変話題を呼んでる一本でございます。歴史的事件じゃないですか、ファッション界にとっては。いや、本当本当、はい、監督はね、ドリス・ワン・ノッテのドキュメンタリーとかを撮られて、うん、ドイツ出身の、ライナー・ホルツマーさんでございます。うん、これ、ジョさん、どうご覧になりましたか？そうですね、やっぱり、さっきも話したように、これ、マルジェラさんご自身が登場すること自体がやっぱり歴史的事件っていうことで、でもこの作品を見るとやっぱりマルジェラさんご自身はもう常にこういうことをやっているっていう感じが してて、で作品を見ると、まあ、一番感じなのはやっぱりファッションのそういう社会性、あとで服自体のそういう意味がいろいろ広がっているっていう
ことが非常に実感しまして、うん、でやっぱりファッションも、まあ、ある種アートっていうのであれば、特に、はい、あのマルジェラのドキュメンタリーだと、はい、もうほぼ現代アートドキュメンタリーですよ。現代アートもう枠超えて、もうだから映画もこういう形式で、うん、ないじゃないですか。そうそうそう、なんか本人手だけで出せるっていうだからさ、はいはい、ある意味その、はい、現代アート的な思考と、はい、そのファッション業界の業いかにも業界的な慣習の、はい、ズレやギャップがある種主題にもなってるもんね。そうです、うん、共通してるんですね。そうだね、はい、うん、まあ、にあのマルジェラはその、うん、ブランドとしてのマルジェラは、うん、日本ではすごい人気があるんですよ、うん、あの例えばその僕のあの奥さんとかも2005年まだそのマルジェラがね、あ、現役、ちょっとそう現役、はい、というと今のマルジェラはそのブランドとしてはメゾンマルジェラになってて、はい、あのジョン・ガリアーノさんっていうあのイギリスのあのデザイナーさんがクリエイティブディレクターになってるんですよね、うん、2014年からかな、はい、まあでもその旅ブーツとか映画の中に出てきたけど、うん、はい、ああいうなんかその当時からのアイコニックなモデルっていうのは今も人気があるんですが、うん、なんかねそのまだマルジェラさん本人がいた2005年に、まあ、うちの奥さんがそのベルギーにちょっと旅行行った際にやっぱお店に行ったりした。あの頃すごい人気、あのめっちゃ人気あったと思う、あのかなりのその一般層にまで。でそれはマルジェラさんの方がその旅ブーツもそうだし、うん、日本文化から、うん、かなり影響を受けてて、作品の中もありますよね。そう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 、すごいいろいろあるんでしょ、はいはい、あのまあコムデギャルソンのあのパークオレーさんとかから影響を受けてるっていうのも語られてたし、はい、うん、あと映画の中で出なかったけど、あのノーカラージャケットって、あ、はいはい、うん、あのあれ着物の、うんうん、あの和服風みたいな感じのジャケット、あれ有名ですよ。有名だね、うん、はい、うん、そうそう、この辺があのすごい有名だと思うんですけども。うん、ただそういうなんかその、人気の一方、マルタン・マルジェラさん自身はそういうまあ巷の現象、俗世間のね、はい、からはすごく遠く離れた、そうですよね、あのタイプ、ピュ超ピュアなアーティスト気質の人ってことが、うん、この2作前でも分かったんですけど、今回本当によく分かる、うん、だからその姿を現さなかったっていうのは、要はその自分が、なんだ、スターとして出ていきたくはないっていうところ。なんか彼より純度高い。純度高い。はい、うん、とにかく、やりたいことをやるっていう、うん、それ以外は考えないっていう。そうだね。そうですね。うん、そこがやっぱりすごい、なんていうか、なかなかできないじゃないですか。そういう高いところまで行って。人ですと、別に自分自身が、ね、やりたくても、周りはやっぱりどうしてもいろいろビジネス的なことを考えると、うん、妥協する人も出るだろうと思うんで、一切妥協しない。そう。だからさ、はい、例えばよ、はい、バンクシーとかとちょっとその比較はできると思うんですけど、はい、バンクシーは、うん、でもプロジェクトになってんじゃん、完全に。はい、そのストリートアートから、はい、現代アート的なところまでこう飛ぶっていうようなプロジェクトが完全に出来上がってるじゃないですか。うん、でもこのマルジェラさん、マルタ・マルジェラさんの感じで言うと、はい、もう本当にさ、業界とのなんかジレンマとズレで、はい、もうやめますって言ったようなその感じっていうのはね、すごくこう良かったんですよね、この映画見てて。で、さ、マルジェラ僕、だから古着が好きなんですよね。うん、で、まあ、いろんなとこ行ったら、一応置いてはあるんだけど、はい、別に買わないんですよ。マルジェラって、その古着加工の、古着の脱構築みたいな、うん、発想で組み立てられてるところが僕で、色あせほつれとかね、あと有名なのがダメージ系で、よくだからその、マルジェラの服好きな方とか、誰かも言ってたんですけど、なんかこう久々に出してきたら前よりほつれてたりするんだけどこれが最初からだったかあの後から汚れたのかよくわかんないぐらい、もう デザインっていう言葉超えてるんですよだからさ、はい、アートなんですよね、そうですね、そこそういうのってもうかなり現代アート的な感じで、もう完全にそうじゃん、うん、その普段着るにはちょっとさ、うん、着ないですよ、ライフウェアライフウェアを着ますよね、うん、それはそう。だからさ、マルジェラさん映った手がさ、はい、普通のなんかジージャンみたいなの着てる。そうです、はい、ファッションデザイナーってそういう方多いよね。多いです、ね、作るもの、服と、うん、全然違って、ご自身はすごくベーシックな格好をしてる。ね、うん、だから腕映った時、あ、やっぱり、この方もそっちの感じなんだなって思ったんですけどね。はい、作品のすごいパンキッシュで、はい、アバンギャルドな感じとはまたちょっと別の。
ただそのやっぱり証言の中で彼が唯一無二なのはカウンターカルチャーだからと思うっていうあの証言もあったように、うん、やっぱりすごくその今時珍しいぐらい真っ当なアーティスト、うん、純粋なクリエイターで、やっぱりそのファッションの消費との相性悪いよ、悪いですよファッションだけ ファーストですよ、そう結構だからそのこの映画でもな、はい、あれ映画じゃあのコーナーでも、まあ、ファストファッション系、うん、あの風刺の映画とかも上がってくるけども、すごい相性悪いな、相性悪いですよ、うん、あるいはそのなんかファスト系、もしくは例えばその爆買いとか、爆買いね、あのコロナ前のインバウンド、はい、爆買いその財力の証明のためにハイブランドを買うようなノリとか、うん、はかなりかけ離れてるよ。そうですよ、うん、でもそういうのに囲まれるわけじゃん、はい、アーティスト気質の人がファッション業界だと、うん、はいはい、それってさすごい面白い、しかもさすごくやっぱ不思議な存在ですよね、不思議よね、はいはい、だから、うん、あのなんかな、不思議ですよ、うんうん、あの例えばその全然あのあれですけど、アメリカのラルフローレンとかは、はい、もう自分からちょっとそのさ出ていくし、はい、あのビジネスモデルとしての、なんだろう、コンセプトを自分から固めていくような、アメリカのブランドの伝統って、新しい伝統っていうのがあると思うんですけど、もう全くの、そういうのではないアーティスト。でもさ、その、例えば旅ブーツとかでも、楽天とかでも売ってるわけですよね。はい、で、15万ぐらいするんですけども、うん、ただそのセールだとやっぱ半額とかなんじゃん。うん、だから、ああいうノリとは全然違う。難しいよな。うん、だからその、映画の中でも、師匠筋が、ジャンポール・ゴルチエさんで、うん、その、ゴルチエさんに君は真面目すぎるって言われてたもん、ね。そうです。でもさ、なんかね、通販向いてないじゃないですか、そもそも。通販で売ってんの嫌やろうね。いや、なんかイメージだ。なんか楽天アマゾンに失礼ですけど。そうなんだ、はい。だからその時代の流れってこともあって、はい、まあ特にその、ここのね、そのインターネット販売ってこととすごく、矛盾する。特にでもさ、今全部がそのビジネスモデルっていうところで動く世の中に、どんどんなってきてるじゃん。身も蓋もないっていうか。はい、だからね、僕その、この初心とか原点を貫いた、ピュアレスにすごい心が現れました。うん、すごい感動したのよ、なんか。うん、今の時代で。そう、はい。めっちゃ良かったな。はい、珍しいですね。珍しいですね。でもちょっとなんか、だからその、ファッション好きから、ファッション好きの皆さんからしたら、ある種その、ファッションっていうものの矛盾を、ね、突きつける内容かもしれないと思うんですけども、ただやっぱり人間としての生き方とかもやっぱりすごいですね、うん、まあだから、ね、伝説になってるじゃないですか、そうだね、はい、だからそこの強度があるから、はい、みんなが見せられるっていうのもあるんだけども、うん、だから一時はそのね、それこそその本人がいた、はい、マルジェラの頃はもう本当親衛隊みたいな、はい、超カルト的な人気がこうコアゾーンで起こったりっていうのもあったり、うん、まあそれもかなり現代アートっぽいと思うんだけども、うん、うん、だからそういうなんか補助線を引きながらこれご覧になられたら、いや、いろいろ勉強になりましたね。いや、勉強になると思う。はい、しかも非常に感動的な、はい、素晴らしい本です、はい。ぜひご覧いただければと思います。はい、ではでは、はい、今週の第1位いきましょうか。はい、はい、今週の第1位は、愛だよどこへでございます。ここにあります。はい、はい、じゃあ。本年度ね、第93回アカデミー賞国際長編映画賞に、強豪揃いが揃ったね、はい、ノミネート5枠、5作の中に入っていた、はい、ノミネートされて大きな注目を集めたボスニア・ヘルツェゴビナ映画です。ちなみにあれね、ボスニア・ヘルツェゴビナ映画でアカデミー賞にそのノミネートされたのは、ノーマーズランド以来。そうですね、うん、はい、あれはだから、あれは受賞してるよね。受賞しました。はい、ノーマーズランドは、うん、2001年、アカデミー賞は2002年74回ですけども、外国語映画賞当時はね、はい、を受賞した、しましたが、そこからまあ19年。19年。だから あの時はまだ近いんじゃないですか。そうだね。うん、そうそう、実際の、ね。実際の事件の時は。10年も経ってない。9年も経ってないです。うん、よね、はいはい。8年とかそれぐらい作った。うん、はい、そうそう。まあ、つまりその今の助さんの説明でもお分かりだと思いますが、これはもうボスニア紛争の、映画でございます。すね、まあ、二次大戦以降のヨーロッパでもね、うん、まあ、最悪の内戦とも呼ばれるボスニア紛争、1992年から、2年3月から95年12月、まあ、さっき のスクールガールズで。そう、同じ時期、ね。同じ時期なんですよね、はい。だからさっきのニュースのところで、はい、まあ、あっちはクロアチアのあれだけども、うん、っていうのが映される。で、まあ、その中でも最大の無残な悲劇として伝えられているのが、
スレブレンツはノー虐殺、スレブレンツはジェノサイド、はい、うん、を、まあ、一人のこのアイダさんという勇気ある女性の視点から描くパワフルな、大力作でございます。監督はね、1974年にサラエボで生まれた安村ジュバニッチさんで、彼女も、ご自身もね、青春期にボスニア紛争を直面しておられる。経験しましたね。はい、うん、で、長編デビュー作はサラエボの花か、はい、で、続くサラエボ希望の街角、はい、二つは、紛争後のね、はい、傷跡をその拝見してたんですけども、うん、今回は、もうボスニア紛争末期のね、はい、もう悪夢のような惨劇に真正面から真正面、向き合ったパワフルな衝撃作となっております。ジョさん、これはどうご覧になりましたか？そうです。この作品を見終わった、うん、スクールガールズが出てる。この作品を見終わった後、かなりやっぱりいろいろ考えましたね。まず作品のテーマはもういかに平和が重要なのかはもろにアピールしたいですけど、でもそれを見ると、まずは平和のために一番なんか やるべきなのことは何なのかっていうのはやっぱり戦争とかそういった紛争について知らなければならないっていうところなんです。うん、それがないと人間はやっぱり誘導されやすいんですよ。うん、ああ、そうです、ね。そう、結局そこなんじゃないですか、うん。ちょっと火をつけただけでバーンっていう、そうね、今のやっぱりインターネットの時代に入ってからさらに やっぱりそう、ちょっとだけで炎上して、前も他の新作を紹介している時も、うん、最近ナショナリズムがまたひどくなっているなっていう、うん、もう一歩行くとこうなるんじゃないですか。いや、もうおっしゃる通りで、はい、なんか多いな、多いです、映画多い、多いよな、今、はいはい、だからこの、うん、まあもちろん舞台は30年、あ、25年ぐらい前なんですけども、うん、それを今の問題としてもう一回描こうという視点は確実にありますよ。そうですね、うん、で、作品自体もまあ、さっき森さんが話したように、うん、もう真正面で描いてるんですよ、うん、でもなんかそういう先導的なものはあんまり感じてなくて、あるいはそういう お涙ちょうだいの内もそれもないんです、ないですね、その辺がやっぱりすごくバランスよく監督の力が感じているところなの で、ね、すごくだから分析的な総理じゃないですか。はい、スプレンツァージェノサイドというのは、はい、まあちょっと説明すると紛争のまあ最終局面にあたる95年7月ですよね、はい、まあ、国連によってそのここの、ボスニア東部の町スレーブレニツァは国連から安全地帯として指定されていたはずであると、ここですよね、まず肝がね、はい、ところがそのセルビア人勢力の共和国軍が、まあ、警告を無視して侵攻してきたと、はい、だからほんの数日間のうちにそのセルビア人勢力の軍の方が8000人以上、そうですよ、募集虐人、住民処刑、はい、集団虐殺を行った、ひどいですよね、すごい、はい、でそのアイダさんっていうのが元教師、うん、先生で、今はそのオランダ人部隊による国連保護軍で通訳、通訳、はい、これがね、はい、すごく実は巧みな設定で、通訳で、ね、通訳なんですよね、はい、象徴的ですよね、象徴ですね、はい、ボーダーに立つ存在であるという、はい、で彼女は募集虐人であり、はい、言ったらセルビア人勢力から敵とみなされる立場ですよね、はい、で、しかもその、セルビア人勢力が攻めてきたとってなった時に、うん、まあ、避難場所を求める2万人以上か市民が、はい、その国連施設が街の外れにあるんですけども、うん、そこにこうぐーっと来る、そうですね、逃げてくる、はい、で、そこの国連軍の通訳をやってるから、まあ、大変なんですよ、大変ですよ描かれてますよね、はい、大変な職務の様子が、うんうん、で、その大混乱なんだけども、うん、旦那さん、夫と、うん、息子さんが2人いる、はい、4人家族の、うん、まあ、お母さんでもあるっていうね、アイダさんが。で、ここはね、もう本当その個人的な感情よね、はい、彼らを施設に入れようとするわけよ。うん、これはもう完全に家族だからってこと、うん、もうなんとか入れようとする。うん、国連で、その、言ったらもう極限状況の中なんですけども、うん、舞台がね、ほぼその施設の、内外というか、はい、辺だけなんで、そうです、うん。あれすごいよな。すごいです。そう。うん、実は大して、動いてないのに、すごいダイナミックに思えるでしょ。うん。だからそこの、ダイナミズムっていうのが、すごいなと思うんですけども、まあ、だから整理すると、アイダさん、国連職員であり、家庭人でもある。うん、だから彼女の立場を通すと、例えばその、加害側となるセルビア人勢力と、うん、
そこに、まあ、被害側。そう、被害側。はい、あるいはその、相対する、国連本部のオランダ人部隊。で、被害側。はい、あるいはその、この二つね、挟まれるような感じの被害ですよね。全てのものを全部この人に。そうそうそう。はいはい、三つの立場が、はいはい、なんかその、勢力の構図っていうのが、うん、相田さんで見えてくるっていうふうになってる。これすごい。うまい。脚本のうまさですね。うまさですね。だからこのアイドさんはいろんなボーダーを忙しく行き交う存在、キャラクターになっている。はい、あとさ、さらにその三者の対立構造、勢力の構造に加えて、もっと複雑なのは、例えばその紛争が始まる前は、はい、ボシニャク人とセルビア人って、はい、これ我々なかなか理解しにくいところなんですけど、はい、別に敵対してなかった。そうですよ。うん。で、始まったら敵同士になる。そこが一番怖い。怖いよな。ですよ、うん。だからさ、あそこ先生やってたから、はい、先生って呼ばれるんですよ。誰が読んだかって言ったら、うん、セルビア人勢力の兵士になった彼が、はい、もっと教え子なの。はい、うん。え？って思うよね。そうそう、だから、もう中国ので広いじゃないですか。はい、この省とこの県とこの県、うん、今日は一緒に授業して明日喧嘩するっていうぐらいですよね。そこがやっぱり人間がもっと知らないといけないじゃないですか。そう。ちょっとでパッて、あーってなるんですよね。だからさ、殺しちゃいますよ。僕の地元とかで言ったらさ、はい、奈良と和歌山が戦争になる。ちょっと飛んで埼玉みたいな。いやでもそれぐらいなんか分かりにくいことが、でも意外にこの映画を見ると、はい、あ、そういうことがあるんだっていうのは分かるようになってるのよね。ハッとさせられますよ。で、だからだから監督のジュアニッチ監督さんのうまさっていうのはかなり光ってて、うん、さっき言った国連施設の内外という限られた空間の混沌をダイナミックに演出するのもすごいし、まあ言ったらドキュメンタリータッチですね。そうです、ドキュメンタリータッチですね。うん、臨場感たっぷりで、うん、まあ生々しい迫真性と、その濃密な、でもサスペンスも、サスペンス、がっつりあるっていう。いろいろ、だからドキュメンタリー的な雰囲気だから、いろいろ感じますね。うん、そうだね。はいはい、うん、いや、本当にそうよね。はいはい、いわゆるニュース映像みたいな感じだけど、はい、劇映画。劇映画です。ガチガチだ。ドキュメンタリー映画だなと思うんです、最初。そう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 。映像だけ見たらそういう質感になってますね。はい、ありますね。はい、編集を務めてんのが、はい、あの方よね。ポーランドの、ヤロスワフ・カミンスキさんで、うん、パブリコフスキ監督のイーダとか、コールドウォーとか、はい、有名な方です、うん。ね、あれをやられてて、ジュアニチ監督はやっぱりなぜ、カミンスキさんを編集にお願いしたってかっていうと、やっぱりちょっとスリラー映画的な要素が、はい、欲しかったからだっていうふうになんかインタビューで答えられてますね。その辺はやっぱヨーロッパの映画祭の誠実さですよね。すごいよね。はい、だからもう手、かなり国境を越えて、そう、普通に、はい、ね、国境を越えて、はい、一緒にやりましょうっていう。そうそうそう。はい、これはね、だからアジアでも起こればいいなっていうことを、ね、はい、今よく思うことなんですけども、うん、だからそういうなんか本当、すごい才能が、ちゃんと適材適所で、うん、もちろんね、主演の、安名ジュリーチッチさんの、はい、名画これをね、うん、いわゆる危機迫る演技だよな、うん、本当に危機迫る、危機迫るですよ。すごいよね、熱量がね、うんうん、パワフルですよね、パワフルでしたね、はい、いやだから本当ね、その映画としてもすごくよくできてるし、うん、でやっぱりこの事実の重さですよね、はい、まあ、それをこうもうズバッとこう突きつけてくる、うん、傑作だと思います。そうです、やっぱり今もう世界がやや不安定な状況になっている感じじゃないですか、うん、はい、もう非常にメッセージ性も一歩間違えたら大変な惨事、ね、になりますので、うんうん、だからこのなんだろう、はい、すごくその小さな、実は小さな空間にある種の図式の力を使ってギュッと凝縮したっていうのは、まあそういうところに向けての普遍性の回路っていうのがあるんでしょうね。はい、今も、これは単なる歴史の中で埋もれている事実ではなくて、繰り返しですね。繰り返しであるっていうところでしょうね。はいはい、うん、それはもう非常に思います。これはもうぜひ、はい、ご覧いただきたいなと思います。はい、あとちょっと僕見れてないのもあるんですけども、ジョーさんご覧になってるのがあったらご紹介いただければと。一本紹介したい作品がございまして、はいはい、これは燃ゆる女の肖像の、うん、セリーヌ・シアマ監督の、うん、2011年で撮った長編第2作の方なんです、はいはい、実はこの作品に関して私次の年の香港国際映画祭で拝見させていただいて、もう日本でも、うん、もう10年越して公開するっていうところも、ね、これはもう
これとちょっと共通する部分があるんですね。あ、タイトルは何ですか？はいはい、タイトルはトムボーイ、トムボーイという作品なんですけど、はい、うん、本当あの引っ越しに新しい知り合いの友達との間でなんか男の子として生きていく女の子の話なんですね。で、面白いのはやっぱりあの年齢の設定は10歳っていうところで、男の子なのか女の子なのかもまだなんかご自身がちょっと分かり始めた時期ですけど、いわばそういうなんか性的な部分とか、あと恋愛感情とかに関してまだ非常に微妙な年齢っていうところもありますし、あとやっぱ体に関してもそこまでなんかいろいろあの明確に見やすくは見分けることではないので、そういった切り口でなんかそういうすごくやっぱり純粋な、あのずっとガールズが出てる、ガールズが出てるんですけど、はい、純粋なやっぱり少年の、あの一つの夏の話として描かれている、まあ作品なので、まあ監督も2作目っていう部分もあるから、まあそういった初々しいの部分も、やはりあの、あれもあの夏映画とも共通している部分がありますね。いわば一つの夏を経ってなんか成長したっていう。サマーオブ85とか、はい、思い出の夏みたいな。でもう一個この作品に関して、あの、やっぱり触れたいのは、実は今年の2021年のベルリン国際映画祭では、あの、石山監督が新作を発表しまして、あの、タイトルは、あの、日本語を訳すと、小さいお母ちゃんっていう、ことなんですね。あの、それは、ね、主人公が子供の時代のお母さんと会ってからの話です。それもまたちょっと面白くて、子供の視点から見たそういう世界について描かれているので、多分これからも日本公開されるそうですね。で、あの、もう本当に石山監督は、もう燃ゆる肖像で全世界大ヒットして、今、すごく注目されている監督になっているので、はい、もうそういう、デビュー初期の作品が日本で上映できるのも非常にまあ貴重な機会だと思うから、かはい、もしお時間がある方はぜひ。ぜひ、僕、トムボーイはね、はい、あの絶対見るつもりなので、はい、ちょっと今日間に合わなかったので、はい、申し訳なかったんですけども、はいはい。他はどうですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。はい、今回は以上ということで、はい、皆様今週も良き新話題をお送りください。はい、また来週どうもありがとうございました。はい。